規模より小規模の方がいいなと思って、実習の時にまずここの園で働かせていただいて、先生方がやっぱ全学年の子どもの名前を覚えてるので、そこになんかすごいいいなって思って、一人一人にこう寄り添ってできる保育をしたいなって思ってたので、選んだのが一番の理由です。こういう時どうしたらいいんだろうって行き詰まることもあるんですけど、先輩とかに相談しながらやっていってるので、とっても楽しい仕事だと思います。さくら幼稚園は幼児期で音感教育と知育と体育に重点を置いて教育方針を立てているので、そこに強く共感して希望しました。幼児期の集団生活は初めての社会の場なので、子どもたちがそこに少しでもその子どもたちの最初の社会の集団に関わって、基礎作りのお手伝いをできたらなと。私がここの幼稚園を卒園してるので、あとここの幼稚園の先生に憧れて、で幼稚園の先生になりたいなと思ったので、こう選びました。広い園庭があるので、のびのび元気よくいっぱい遊ぶっていうのと、明るくて元気で素直な子がたくさんいる幼稚園だと思います。